今日は銀座のキャノンギャラリーに、小沢太一さんの赤道白書のですね。展示会場に伺ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小沢さんと今いくつになりました。四十六です。大学入った時は、うん、僕は新聞社のカメラマンになりたいなと思ったんですよね。大学卒業して、アシスタントですよ。えええっと僕の師匠は河野秀樹さんっていう人物撮影をメインとされている方ですね。あの大学。 に行きながら月刊カメラマンという、まあ、今、なくなってしまった雑誌で、うん、まあ時々バイトをさせてもらってたっていうような、うん、そういう大学生だったので、うん、表紙を取られていたああ<ー>河野秀樹さんに卒業したらどうすんのって言われていやーなんかバイトしながら写真撮りたいっすねぐらいな <laughs> そ,うまあそういう緩い大学生だったんですよ。<laughs> お前暇だっっったたらら来来年から来るかかるみいいな話を声かけていただいてて、うん、えー、と思って 当時、人物撮影をするとかそういうのが全然あの自分の中で想像ができなかったので芸術やってたようなあの日芸あるあるなんですけどまあみんな芸術で食えると思ってる友達ばかりの中で僕もあの写真撮ってたのでそういうところで好きな写真を撮って自分の作品を撮りたいと思ってた側ですねアシスタントは何年ぐらいアシスタント2年ほど勉強させてもらいました。 で、2年経ったらフリーランスそうですねすごいね就職してないんだ就職してないですだからそ本当に人物撮影とか固定性があるグラビアの世界とかっていうのを全く知らない状態のまま大学出てすぐそこに入ってしまったのでっていうアシスタント生活は楽しかったえっ <laughs> やっぱり大変だった。いやいやあのそれ今ここで聞くんですか。それはもちろん楽しかったですよ。楽しかったですか言いようがないでしょうけど。そうです。まだまだ楽しかったです。まわかんないですもんね。そうですね。何やっていいか。いろいろ勉強させてもらってた時代なので。その時はフィルムですよね。フィルムです。先生は何のカメラ使ってたんですか。えっと中盤だとペンタ六四五 N とかえっと表紙とかだと RZ とかっていうまハッセルもか えっと中盤のカメラを使われてて、三、えー、号は、えー、キャノンのニューエフワン。小澤さん何に使ってたんですか？僕はもう大学生の時からずっとニコンの F4 とか、うんえー、F3 とか、ああとライカーの M5 とかをちょっとこだわりで使ってたりとか、<ー>ヘキサーの RF も使ってましたね。<あ>えー、大きな引き伸ばし機持ってたんですね。なので、えー、とモノクロを自分で 現像してお店に出すなんていうのはあのな,んかなっとらんみたいな、うん、そういう感じでした全部まあ最初から最後まで自分で現像して自分でプリントするっていうところにちょっと美学を感じていましたね、うん、そデビューが2001年っていうお話を聞いたんですけどもはい、えー。デジタルカメラが出てくる時期と結構重なってますよねそうですね最初に買ったデジタルカメラは何だったんですか 最初は2002年に出たニコンの D100 を買いましたうんえー、そこから結構デジタルとフィルムって併用して使う感じですかそうですね雑誌の仕事、特にカメラ系の雑誌の仕事っていうのは、うん、デジタルカメラをまあ使うことが前提みたいな感じだったので、うん、そういうところもあって あのデジタル買った方がいいよとか、うん、そういう感じでしたねでも自分の作品作りではデジタルは全然使う感じではなかったのでその頃作品というものを何を撮ってたんですか当時はですねそうですねえー、っとアジア行ってましたアジアなんだはい<ー>フィルムを持って中盤のカメラとライカ1台とかの、うん、2>, まあ2台ぐらい持ってフィルムを そそれこそ100本とかか持ってったんじゃないかないで,すかでタイとかベトナムとかあの辺のアジアの雰囲気好きだったので、うん、僕でも初めての個展が2009年の「世界で一番青い空」っていうそのサハラ砂漠を撮ったものだったんですけれどもあの時にデジタルの 1DSM2 とかを使って。 であこんだけクオリティがあるんなら作品を撮れるかもっていうので、うん、フィルルムから、まあ、デジタルに変えたんですよね<ー>でそれでどこを撮りたいかなと思った時に、うん、今までだったら、まあ、あの例えば1週間とかでアジア行ってたのを、うん、もう少し遠くに行きたいなと思ってですよね2019年に一度サハラのシリーズモノクロをやっていって。 まあ今回もまあ赤道のシリーズがモノクロっていうのは何かこう心境の変化またあったんですか、はい、そうです、ね、あの実は撮ってる時はカラーで撮ってたんでですね、うん、でカラーで撮って,て、まあ、まとめるにあたって、まあ、どうしようかって当然、まあ、どのタイミングでも悩んでいるわけなんですけども、うん、カラーで出そうとした時に少しやっぱそれぞれの国の色の情報っていうかそれぞれの国のカラーっていうのが割と違ったんですよ。 今回赤道の国11カ国を取ってるわけなんですけども違ってたのでそこがなんかちぐはぐに見えちゃうなっていうのと、うん、あとカラーだとなんか情報が多すぎるなっていう感じに思えてきて、うん、試しにちょっとモノクロにしてみるとどうだろうっていう色の情報をなくしてみることで何か見えてくるものがあるんじゃないのかなっていうところでモノクロにしてみたら結構これは相性がいいかなっていうのと、まあ、自分が思ってたその えと想像力というかいろんな人と会ったこうエピソードとか記憶みたいなものがモノクロの方が相性よく出るんじゃないのかなっていうのでまとめるにあたってはモノクロを最終的に選んだという形ですね。今回のやつは何ででってるんですかカメラは一番古いのは 5DM3、うん、で、えー、と多分メインで一番多いのが 5DSR、うん、あと 6DM2 とかもあったと思います。あまあ、一眼レフ系まだミラーレスになる前 2015年から2018年ぐらいまで3年半ぐらいかけて撮ってたものがこちらなので当時まだ一眼レフだったんですね、うんはいはい、その時はフィクチャースタイルはカラーだったんですかそうですねカラーでしたねでカラーで見ているけども、はい、でも不思議なのがあのモノクロってカラーをただ変換しただけではモノクロにならないじゃないですかそうですねみんななると思ってるんですけど、うん まあならなりにくいですね。なりにくいですよね、はいな。なるのもあるかもしれないけども、はい、まとめるにあたってモノクロを選択するっていうことは意外と難しいという気はするんですけどね。はい、でもこれ見ているとすごいモノクロで最初からイメージしたように見えますね。サトウさんに座って見えてると安心します。でこれがね、その今回のシリーズは。 うん、あのセバスチャン・サルガドのモノクロをなんか感じさせるのよ、ねはい、サルガド超大好きであ<ー>あの昔ポルルトガにに写真展見に行ったことがあるんですよアフリカからの帰り道にトランジットでポルトガルに寄った時に、はいまあ、サルガドの写真展をやってるのを機内紙で見,うん、うん、見たので行ってみようと思ってポルトガルに行ったらはい、はい、ちょうど搬入日ではあのサルガドの,あの作品まとめているあのレリアっていう夫人はい、はい もがそこにいらっしゃってちょっと話しさせてもらったりとかで日本にいらっしゃった、うん、あの渋谷の学校でよくやられてると思うので、うん、あの教授というか、うん、その時にも話を聞きに行ってまあその時の写真をプレゼントさせてもらったりっていうようなことがありましたねやっぱりそういうのちょっと出るとこあるよね春川は超好きですね何を見てたかっていうのが、はい、やっぱりその人の作品を見ると、えー どこがベースかっていうのを透けて見えたりするの面白いですよね嬉し,嬉しいような、うん、ちょっと気恥ずかしいような撮ってる被写体も好きだし、うん、あのトーンとかもすごい好きなんですよそのトーンがさ、はい、あのその感じがするの フィルム時代からね、はい、サルガドトーンがありますからねなんかあれいろんな都市伝説あるじゃないですか、うん、サルガドのプリントだけ何かが違うとかそれぐらいやっぱあのプリントって美しいなと思うのでまあ一説には銀河子を特別に作ってもらってた説があったねあの銀の量がサルガドのやつだけ多いみたいな <laughs> 3倍っていう説があったんだけど <laughs> 聞いたことあります <laughs>、はい、本当かどうか分かんないですけどまあそのぐらいのトーンが出てたっていうことなんだけど。 連写派？連写派ですよ。サトウさん連写派じゃないんですか？ローライとかハッセルとか使ってたんで、はい。これシャシャシャって撮るのが、はい。あの心理的に苦手なんだよね。ワン DX とか、うん、あっち系のカメラも好きだったので、うん、子供を撮,撮ることが多いんですけど、うん、子供を撮る時にやっぱこう連写すると喜ぶし、あ<ー>まあそのテンションで持ってって。 えー、まあ９割捨てゴマでも１割取れればおんの字じゃないですか。はいはい、子供取るときもう結構連射しまくりますね。いつから、はいえー、ミラーレスに変わったんですか。R、EOS R 買った時きあ出た時にはもうすぐ変えましたね。でもその前<ー>あの一個小さいやつえっと EOS M とか M あの頃からずっと使ってはありました。なるほど。うん、じゃあミラーレスにはもう抵抗なくスライドしていった感じ。ないですね。<ー>逆に。 今一眼レフ使う方が抵抗があります。うんうん、なので実際にはもう今ほとんどえっ、ー、とほとんど使うことがないですね一眼レフは。R5 を一台と、うん、R を一台使ってるって感じですね。うん、R3 はやってないだまだ行ってないんだ。R3 はですねそうなんですよ画素数。 あ画素数画素数がね僕やっぱ 5DSR 使ってたこともあるので高画素大好きなんですよはい、はい、カメラのポテンシャルがちょっと落ちたとしても高画素でお伸ばしをしたい、うん、なんか今の、e、EOSR3 とかで、まあ、画素数が例えば今と同じ4000万画素とかあ、まあ、もっと大きな画素数のものが出てきたら迷わずすぐ買うと,思いますとりあえず画素数と連写がこうガッチャンコしてて。 えー、すげえ高くても僕は多分買うと思います。重いのはあんま気にならない？全然ならないです。あ,あ、そう,う？全然ならないですよ。今までだってワン DX あの今回の赤道の旅の中で盗まれたりとかしたんですけど、そうなんだ。盗まれましたよ。もう、まあ、僕のワン DX マーク2ウガンダで盗まれましたよ。うわ その時って、何台くらいカメラ持っていくんですか?はい。えー、っと、国によってもちょっと違うんですけど。うん、ただ、今回、あの赤道の旅っていうのはどちらかというと、こう。 えっと移動の旅なんですね。うん、一つの国の中でいろんなところを回るみたいなことが多いので、うん、なのでカメラは2台ぐらいが多かった。今までの僕の旅の仕方だと3台4台とかも結構あって、それはやっぱベース、うんうん、ベースのホテルが決まってるからそこでまあ置いといて2台ぐらい持っていこうかとかはい、はい、そういうのが多かったんですけど、今回の赤道のシリーズでは2台が多かったですね。1DX2 台とか？1DX を1台と えー、5DSR とか僕あんまり、ね、2, 2台同じカメラを持つことってないんですよね。あそうなんないんですよそれは昔から、えーえー、今まで同じカメラを2台買ったことないかもあそうなんだなんかついついカメラマンって2台同じものをこう好んで使う傾向がああるよよねね、はい、りますよ、ね、なんか操作が同じ方がいいとかでも僕ないんですよね多分ない。えーあの キャノンの 1DSMII 使ってた時もサブは 20D とかだったと思うし性格の違うカメラを使い分ける方が好きなんだそうですねなんかあんまりあのなんていうかな操作を同じにしとかないといけないみたいなところでのストレスってあんまなくて、うん、それよりはまあフルサイズで広角 APS で望遠とかの方がバリエーション広がるんじゃないのかなっていうふうに今ちょっと外出づらい状況にあって。はい えー、今何を取ってるんですか。そうですね。最近、うん、まあその海外に出られないのは確かに出られないので、うん、日本もちょっと取ったりしてますね。あ、日本取ったりする？<あ>どの辺？してます。今まであのコロナの前は、うん、日本を取るっていう発想はなかったんですけど、なんかこう。 たたくななったんですよ年齢かな自分もねその日本を撮るとかって、はい、ずっと考えてなかったけど43だか44くらいになって <laughs> まさに何か,かあるんですか40代になると何 <laughs> かあるのかもね <laughs> 先輩の写真家の方から、うん、やっぱ10年先のことを考えろってことをよく言われて、うん、で、あのーまあ、あの古典を初めてやった時から今13年目ぐらいなんですけど、うんうん 30代の時には40代のことを考えろって言われてはい、はい、でがむしゃらにやってきてはい、はい、今40代になった時に、まあ、40代の後半に今なってるんですけど50代のことを考えた時にこれはちょっと日本っていうツールを持たないとでまあそれコロナのきっかけもあったことで日本をちょっと取りたいなと思って、まあ、あの実際には一つだけじゃなくて、うん、いくつかアプローチをしてるところがあるのはあります。海外で僕ががっってている一つのの理由う 分分母母がが少少なないい取ってる分母が少ないところに僕行くの好きなんです、ね、んあの今まで撮ったところで言うと例えばナウルっていう国を取ってたんですけど当時ナウルなんて知ってる人ほとんどいなくてはい、はい、そこにやっぱ行って取るっていうのがちょっと自分の中では未知なものを取りたいっていう気持ちがすごくあってうだそういうのが日本の場合だとどこ行ってもほ,ほとんどみんな取ってるじゃないですか。 の前に日本を旅する前にはそれを知らなかったんですけど実際にコロナになってから、まあ、日本を全部47都道府県回ったんですね旅をしてえそうなんだ旅しました娘と旅しましたから<ー>4歳の娘と旅をして47都道,都道府県回ってきたんですけどその時にあ日本で手つかずのところっていうのはないなというのをすごい実感してでちょっと愕然となったんですよねあこれは 自分が海外に行ってるのと同じアプローチで日本を取ったらのまとめられないと思ったのでだからちょっとそこで自分の視点なりっていうのを入れないといけないし、えー、時間もかかるだろうなと思ってるので今476ですけども早くて5年10年かけて50代で日本の古典をや,やれたらいいなと思ってますね。